さあ手元の集計6本目、ショートコーナー山本、遠藤が入れた、ゴール前、2点目、後藤圭介、途中出場デビュー戦でいきなり複数得点、あっという間に2点を決めてみせました。遠藤のこのボールの質でも非常に素晴らしいですよね、ワンタッチで、まあ、後藤もしっかりタイミングよくボール進入してきましたよね。ここでしっかりと焦ってゴールの枠に流し込むというね、非常に素晴らしいゴールだったと思いますね。はい。